オレグ・カシニー、オレグ・カシーニはフランス生まれのアメリカ人、ファッションデザイナー。数々のハリウッドスターたちの衣装や時代を彩ったセレブリティたちのドレスデザインを担当した。特にジャクリーン・ケネディのパーソナルデザイナーとして知られ、そのデザインはジャッキー・ルックとして世界を席巻した。A ラインやタイトなドレスライン、またエンパイアなどのデザインスタイルは今日も なお多大な影響を与えている。成果は、有意書のある、ロワウスキー伯爵家で、父親のアレクサンダーは、外交官で、ウィリアム・マッキンリー政権、セオドア・ルーズベルト政権時には、アメリカ合衆国のロシア大使を務めた。1918年、前年のロシア革命の影響で、一家はロシアを去り、その後ヨーロッパ各地を経て、フィレンツェに移ることになる。オレグ自身は、 フィレンツェで教育を受け、イタリア語が堪能であったが、その他にフランス語、ロシア語、オランダ語も話せたという。その後、アメリカに移住する。当初はテニスプレイヤーであった。あるトーナメント出場時に映画会社パラマウントピクチャーズの社長と知り合い、衣装デザイナーを探していた社長がオレグを抜擢。1940年代以降の パラマウント映画の衣装デザインを担当することとなった。その顧客はハリウッドからホワイトハウスまでと言われた。マリリン・モンローやナタリーウッド、かつて婚約者であったグレース・ケリーなどのハリウッド黄金期の女優たちやフェイダ・ナウェイ、キム・ベイ・シンガー、レネーゼル・ウィガー、テイラー・スウィフトなど時代を超えてアメリカのセレブリティファッションをリードしてきた。 カッシーニの名声を確たるものとしたのは1961年から1962年までファーストレディであったジャクリーン・ケネディのファッションを担当したことにあった。シンプルで清潔感のあるラインを基本にした新しい時代を映したカッシーニのスタイルはジャッキールックともてはやされた。ありがとうございます。